どうもどうも、おはようございます。どうも、おはさん、おはさんです。窪塚です、よろしくね。今日はね、店員さんをやっていきます。でも店員さんやったことないのよ。確かやったことないよな。あ、おい、じゃあこれだ。あ、ねえわ。すんげえ顔してんだ、お前。とんでもない、とんでもない顔してんぞ、お前。飛んでる顔してる。飛びに飛んでる顔してる、この店員さん。まあ、こちらなんですけど、なんか条件は、何？ああ、もう大体だって、もう天意ってこの話しかないもんな。うん。炎上のね。炎上で、曹操を逃がしましょうっていう。もう曹操がまあちょっと女癖が悪いんだよ。やっちゃ、こましちゃうんだよね。こましちゃうおじさんだからさ。ちょっと怒っちゃったんだよ、旦那が。で、これアイテム装備負荷、護衛なんか負荷みたいなん で、しかもなんか、結構ダメージ食らった状態で始まるみたいな。もうなんもないのよ。で、上限外と核と小射時をぶっ飛ばすと。で、かつ200人以上切るらしい。で、なんか、それを素早くやらないとダメみたい。うん。まあ、ちょっと細かい条件はよくわかんないけど、それが S ランク条件みたいな。要はね、ひたすら耐えなきゃなんないのよ。だからそんな感じだった。やったことないんだけど、おお、頑張ってる。頑張ってるね、君。で、早く逃げろよ、お前。何をじっとしとんね。頼んだぞ、アクライ。はい。パカラッパと。あいだ！誰が後ろから撃ったやつ？強っ。消えぐれ！アクライの二つ目は伊達じゃねえぜ。よし。で、これよ。いきなり、めっちゃ食らうやん。こんな食らうの？え、すげえ食らうんだけど。これなんかさ、ちょっと攻略動画見たんだけど、全然敵の攻撃にひるんでなかったんだけど、なんかすげえひるむんだけど。気のせい？気のせいっすか？気のせいっすか、これ。ちょ、いた。ちょ、気のせいっすか？なんか全然違う。俺が見た動画と全然違う。天意が弱い。果てしなく弱いぞ。え、こんな食らうの？俺、こいつらの攻撃なんかもう、屁でもなかったんだけど。すんげえきついんですけど。スーパーオールガードされるんですけど。気のせい、何やねん、お前。おい、斧を取らせる。お、なんか、意地でも斧を取らせないね。そういう感じ？おい。おい、じゃあ250人倒さなきゃなんねんだけど。なんだこいつ。お、250人。つえーってこいつ、後ろから。ちゃんと後ろ。後ろ取ってくんだよな、この猛少年は。しっかりと。正面から来ないね。強くない？ちょ、回復ないっすかこれ。なんか普通にクリアがむずくない？クリアがむずいっすよ。おら。おら、この拠点を潰しつつよ。拠点潰していいのかな？あれが、え、なにこいつ。ちょ、お前どっから来てん。撃破数が増えなくない？あ、意地で増えるかよ、まあ、やっとけ。うわ、小射時は倒さなきゃなんねえんだな。ちょ、体力回復欲しいっす。いった、こいつ強くない？小射時来たか？ぶっ殺そう。小射時ガード、よし、小射時ぶっ殺す。斧が効いてる間に。やべえ、弓が効いて、あー、ちょっと倒しつけて。弓が来てる。ちょ、な、助けて、これ、逃げられない、こっから。いや、はめられた。完璧はめられた。なに、誰だよ。ちょ、超強くね、こいつら。腰味も死なねえし、うわ、熱い。ちょ、やんなんだ。助けて、誰か。これマジ無双ゲージ上げてないんで正解だな。ガード硬いんで。小射時死ね。小射時を殺す。おい、小射時ガード硬くね。いいよ、いいよ、これで殺そう。よし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 、はまった。小射時はめ殺。よし、小射時、これ剣なんかいらない。回復ないの？
きつこれ。でもこれね、赤になったらちょっと根性値が発動してちょっと防御力高くなるんだよね確か。うわこいつえぐいことしてくる。じゃあ熱い隙を、お前どんだけ目がいいんだよ。目がいいボクサーになれるぞお前ら。おい体力回復が、なんか体力回復が出るって書いてあったんだけど一向に出ないんですけど、嘘？また騙された？全然体力回復出ないですよ。全然出ないですけど、嘘ばっかりっすか。肉眼が出るって書いてあったんだけど全然出てないっす。おい誰か、俺肉を餓死しちまう。これ肉、来た肉、オッケー、この肉まんうまし。うわちょっと、なんで迂回路、なんでお前そんな自分の城ぐらいさっさと出ろよ。おめえがチンタラしてっからお前天意死んだんだぞ。天意の、何こいつ、ジャンプアタックほんとうざいな。天意の身になってみろよ。こんなとこでよ、お前。一人寂しく死んじまってよ。うわちょ、この防御力2倍はマジでいる。回復を程よく出してくれ。程よい回復を俺にくれ。あ、これあんま取っちゃいけねえ。次々とアイテム取っちゃいけねえな。あんまり取ったら、なっつえ、こいつ。俺より技性能いいじゃねえか、この拠点兵長。どういうことだよ。許さねえぞ。よし。おら。帰ってこい。あ、これ弾き返しとかのがいいのかな、無敵つくし。おら、あいつ、おい敵は来ない。おら弓兵殺しとこう。弓兵殺し、これあんまあれだな、やってっとダメだな。うわなんだお前、お前人がよ弓狙ってる時に来んなよ。あれいらん技しちゃった。この技弱いんだった。この技弱いんです。この技非常に弱いんです。ちょ待って。待って、後ろからダメ。後ろから絶対ダメ。後ろからダメだって。前から来て。後ろはダメって言ってるでしょ。後ろはダメって言ってるでしょ。ちょっと。隙がないんだけど、こいつら。一回食らうとも。そして、新無双になると威力が下がりますという、この、クソゲー。クソゲーです、これ。ちゃんと新無双でパワーアップしてください。スーみたいに。炎ダメージがうんこなんですよ。あ、かっちゃん来たしよ。ちょ、待て。ちょっと、斧が欲しい。斧が欲しい。この斧で一気に殺す。これいいよ。ちょ、かっちゃんを慎重に殺さないとまずい。痛い、こいつマジうぜえな。誰か回復持ってない？おら！取れ！うえ！なんで拾えない？なんで拾えないんだよ！死ね！うわ、機械、ちょ、なんの声くらったの？ただ、斧くれ！あ、強えぞ、こいつ。俺に斧。斧なちこのカゴ。死ね！まだ死なないのか！ちくしょ、こ、うわ、これでいったろ。え？こいつ切っちゃダメなんじゃないの？なんか、今の長所が来るまでに、さっき言った条件を果たさないといけないんだけど、ちょっと待てお前ら、そうはするな、そうはするんじゃない、お前ら痛い。ちょ、なんでこんな後ろに適切に回ってるわけこいつら。マジとんでもない訓練を受けてるな。統率の取れた動き。痛い。ちょっと頼む、体力回復くれ。うれ250人までほど遠いなこれ。ちょっと何城が崩れ始めたって。俺死ぬじゃん。肉眼届けてくれよ、その城うんぬんの前によ。このさ攻撃中に強くない？これガード、何こいつ、ほんとムカつくんだけど。許さないよ、ほんとそういうこと、そういうのほんとダメ。
攻撃中は攻撃を受けるっていうのが雑魚の鉄則でしょ。ちょ、痛い痛い痛い、こいつマジうせえな。うわー、助けて。よしよしよし、ちょ250人殺さないか、あと250人、あと250人、あと50人ぐらいよ。ちょ、斧とか全然出ないんだけど、拠点兵長倒してないから。なんか落ちた音したな、今。危ねえ。うれ。おい、肉まんも出ねえしよ。肉まん出るって書いてあったのに。一個しか出てんぞ、今んとこ。こいつやばいって。攻撃性能高すぎ。オーケー、ほな、よし、危ねえ。危ねえ。よし、この斧で一気に。撃破加速よ。よし、これで。生命維持は。お前ちょ、硬すぎないか、お前ら。よし、一気に殺していくぞ。おい、雑魚兵のガードだけやめてくれ、もう。こいつ、無か、やべやべやべ、これ飛んだら無双つかないと、やられるから。よし、オッケー。まずいって、これ。こいつ、ガード硬すぎやろ、この雑魚。なんなんだよ、こいつ。適切に挟み込んできやがる。サンドイッチアタック。サンドイッチアタックの使い手か？うわ、強っ。サンドイッチアタックの使い手がいるな。やべ、止まれない。これ、止まる。すごい着地。いいコンビネーション。じゃあね、やんな、こいつ。ちょ、助けて、助けて。お前らコンビネーション高すぎ。ちょ、回復ないんすけど。誰も回復持ってないの。よし、誰か回復くれ。回復、俺、敵拠点なんでこんな復活すんだよ。こいつらほんとガード硬えな。無双もホールガードしてくるでしょ。どんでガード硬いの、こいつら。 OK、 これでゲットじゃない。助けて。ちょ、たそろそろ回復くれ。あれ、お、回復きた。出ないぞ、しかも武器ゲットが出ない。どういうこと、武器ゲットが出ません。こんなに頑張ってんのに。クリアしたら出んのかな。んなこと言うね。お、出てきた長州さん。痛い、ちょっと強えぞ、これ強え、絶対強いから、こいつやばいって。強すぎる、こいつ。適切にバック取ってくれ。ちょっと、どこいた。なんでお前そんな横にいんの。逃げろ。ちょ、待って、誰か、俺、斧が立ってくれ。ガードして、うわ、ちょ、待て、どこ行った、長所、どこ行った。長所が見えます。ガードしてんな、きっちり。お前きっちりガードしてんな。よし、これ、しっくさい。死ね。なんでこいつ、こんなきっちりガードしてんの。ちょ、なんで追い返されんの、そっちに。なんで追い返されんの。こっちに飛んでんじゃん。いやー、強すぎる。長女殺して。だめだ、きっちりガードだ。またしてもきっちりガード。こいつのきっちりガード力高いな。来い。来いよ、お前。なん、こいつ、うわ、安全地帯逃げ込んだ。安全地帯逃げ込みやがった、こいつ。あれ、これ、大丈夫、ゲットした？ゲットしてない、これ。ゲットしたことになってないかな。ちょっとチェックしよう。あれ、ゲットしてないんじゃない？え？
おかしいな、これでゲットになるはずなんだけど。おい、あ、なんかゲットした。あれ、なんも出てないけど、なんかゲットしましたわ。何にも出なかったな。何にも出なくてもゲットすることもあると、まあ、そういうことですね。そういう新しい現実を教えてくれた俺に。危なかったな。おお、なんか喜んでんじゃんこいつも。ありがとうね、みんな。俺も嬉しいよ。また、お、な、ねえねえねえ。お、かわいい。かわいい顔してる。じゃあね。またお会いしましょう。さよなら。